差は15。前日の雨で濡れた路面が乾き始める微妙なコンディションとなった GP125 決勝、ウイは予選2番手からホールショットを奪うと序盤から後続を引き離す。東はオープニングラップに痛恨の転倒、再スタートを切るが最後尾までポジションを落としてしまう。一方スタートではトップに立ったもののフロントにレインタイヤをチョイスしたウイは路面が乾き始めるとペースダウン。4周目に茨城の先行を許すと周回ごとにポジションを落としていく。カットスリックをチョイスしたライバルたちに次々とかわされたウイは11位まで後退。しかしタイトルを争う東がポイント圏外を走行する今、確実なポイントゲットを狙いひたすら我慢のレースを続ける。4周目にトップに立つとそのまま後続との差を広げた茨城しげるは前回 TI に続く2連勝。スポット参戦ながら今季出場した6レース中3勝をマークしたことになる。11位でチェッカーを受けたウイは8ポイントを獲得。対して転倒後再スタートを切った東は20位でノーポイント。これでヤマハ TZ ウイ陽一は最終戦を待たずにチャンピオンの栄冠に輝くこととなった。もうギリギリまでやってもう我慢して何回も転びそうになったんですけど、とりあえず転ばず行けたんで、でまあ一番高いところに茨城さん立ってくれたんで、あとはもうこれで鈴鹿もう全開で行きます。今回は我慢のレースでタイトルを決めた宇井陽一、新チャンピオン宇井の最終戦での走りに注目が集まる。すでにヤマハ TZ 宇井陽一のタイトルが決定している GP125、 今季ここまで宇井と東は共に3勝をマーク。2人の最多勝争いが注目される。グランプリ帰りの加藤義明は前回菅生に続く2戦目の出場。日本人初の女性 GP ライダーとして2シーズンを戦い終えた井形智子は今回が引退レースとなる。ポールポジションに宇井、3番手に東と4勝目を狙う2人は共にフロントローに並ぶ。 GP125 決勝スタート、周回は15周。好スタートを決めた東がボールショットを奪い、レース前半は新チャンピオンの宇井、 GP ライダーの加藤を含む7台がトップグループを形成。周回ごとコーナーごとに激しくポジションを入れ替える大激戦となる。7周目にトップに立った宇井はここで最多の4勝目を挙げて自らのタイトルに花を添えたい。しかし序盤からエンジンの激しい振動に悩まされ、8周目のスプーンでは転倒を喫してしまう。このレースを最後に引退を表明した井形智子は13周目のシテインで後続車と接触転倒。一方トップ争いは高尾、東、小野、加藤の順、接近戦のままファイナルラップに突入する。前回菅生の転倒でウイにタイトルを献上する形となった東は何としてもウイを上回る4勝目をマークしたい。東はバックストレッチでトップに立つと最後の試験を抑え切る。ブレーキング競争で高尾の前に出た加藤は痛恨のスリップダウン。東はシーズン最多の4勝目をマーク。6月の第4戦、40台抜きを見せた9月の第7戦、そして今回と今季鈴鹿の3レースを全て制したことになる。もうバシッと締めれたんで、また気を引き締めて来年チャンピオン目指して頑張りたいと思います。チャンピオン取れなかったっていうことがすごく悔しいんですけど、なんとかささやかな抵抗でね、チャンピオンより一番多く勝ったっていうことで本当嬉しいです。ランキング2位となった東は96年の日本グランプリ出場権を獲得。鈴鹿を得意とする東の日本グランプリでの走りに期待が集まる。